はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、チンチン。O をつけてはダメです。チンチンです。というカクテルを作ります。オンダロックスタイルで、チンザノのベルモットのロッソと、エクストラドライを1対1で入れます。あ、こぼれた。こぼれた。あー、こぼれまくりなんだけど、マジでもう。マジで軽量カップ欲しいわ。あの、ちっちゃい軽量カップ。超ちっちゃい軽量カップ欲しい。軽量カップってだいたい 200ml ぐらいが、あれなんだよね。でかすぎんだよ。4分の1ぐらいでいいから。そういう軽量カップ欲しいわ。ね。そういう軽量カップが欲しい。今日この頃です。が、まあ多分俺が下手くそなだけなんですが、1対1。で、ロックで作ると、チンチンというカクテルになります。簡単ですね。これはチンザノのベルモットではないとダメです。これは絶対、チンザノのチンから来てますからね。はい。はい。出来上がりです。うん。関係ないですけど、どっかのサイトです。ベルモットのドライとロッソをグラスに同量注いで、オンザロックスタイルにしたカクテルを、ベルモットハーフ&ハーフと呼ぶのですが、これをチンザノで作ると、チンチンというカクテルになります。チンチンはイタリア語で、乾杯という意味です。うん。うん。当店でも稀にお客様からチンチンと注文されるのですが、過去もちろん男性から。そんな方は大抵、連れの女性にうんちくを語りたくておっしゃるようです。もう俺みたいだな。俺みたいな人間だな、これな。チンチンはさ、イタリアじゃ乾杯って意味なんだぜ。全然変な意味な、じゃないんだよ。とか、だってそういう名前のカクテルなんだもん。とお話になってます。いや、いいね。じゃ乾杯。やっぱり、あの、サウナの匂いは全然残ってるね。うん。また、チンチンをご注文される方は、チンチンくださいとは絶対に言いません。チンチンと呼び捨てます。これはバーのスタッフの心臓に悪いので、十分お気をつけください。良識ある皆様は決して彼らの真似をせず、ベルモット、ハーフ&ハーフとご注文ください。は？ベルモット、ハーフ&ハーフって言ったら、お前、チンチンじゃねえじゃん。何言ってんだ、こいつ。俺だったら、違う、これは、多分、間違ってるね。ベルモット、ハーフ&ハーフ。チンザノで。どっちもチンザノで。って多分、俺だったら、言います。まあ、俺だったらっていうか。いや、俺は言わないけどね。いや、あくまでそういう雰囲気だったら、俺はそう言うけど、もう完全におちゃらけた雰囲気だったら、チンチン
チンチンくださいって言います。普通に。うん。で、連れの女性に、何？変なこと考えてたの？とかって言います。マジでビッチだなぁとか適当なこと。それ系のこと言いますね。はい。関係ないです。うん。これはね、いや、美味しいですよ。ただ、ちょっと個人的に、2対3ぐらいにした方がいいかな。それとも1対2ぐらいにした方がいいかな。ちょっと甘いですね。うん。ロッソー1。エクストラドライ2ぐらいの感覚で入れた方が個人的には好きです。うん。まあ、でも、いい感じにこう、なんか、甘さがちょっと取れて、うん。ちょっぴりこう、しっかりと、まあ、ちょっぴりこう、お酒らしくなったというか、ロックで飲みやすくなったという感じですね。ロッソをね、鎮座のロッソをロックで多分飲んでも、まあ、こうはならないでしょう。うん。やっぱロックで飲むって言ったら、やっぱこれぐらいの、甘さに抑えられないと、ちょっと甘いやつはロックで飲みたくないですね。うん。個人的。っていうか、大体、酒で俺甘いのってそんなに、好きじゃないこともないんですけど、なんか酒飲んでるって感じがしないんですよね、やっぱり。うん。やっぱりな。でも確かにロックで飲むんだったらノイリープラットの方がうまいと思うよ。なんか。感覚的に。いや、味はどうか知らんけど。感覚的に多分、ノイリープラットの方がかっこいいから、こう、この瓶をこう眺めて。うめえ。とかね。そんな感じで。もうマジでこのノイリープラットかっこよすぎてさ。やべえんだけど。もうチンザノと比べ物になんないほどかっこいいよ。ほんとに。うん、ノイリープラット。今度買ってきます。あ、うん。やっぱ、俺が、まあ、関係ないけどね。俺が、バーの、まあ、店主だったら、やっぱりベルモットはやっぱり、ノイリープラットですね。値段的にそんな変わんないですし、でも変わんないんだけど、すげえかっこよくなるね。見た目がね、うん。マジで飲みて、ノイリープラットの。飲み比べしたいの。うん。本当に、本当かっこいい。本当ノイリープラットはかっこいい。うん。ちょっと待って。とりあえずこれで、うん。スイートベルモットでちょっと、あれだな。マティーニ作ってみようか。うん。まあ、マティーニってカクテルはベルモットを使うカクテルなんですが、
知らない人のために言うと、まあ、一般的にはドライベルモッドを使うわけなんですが、まあ、ここはね、もうどれでもよくて、実際のところ。ベルモットだったらどれでもいいんです。だから、スイートベルモット使ってもいいわけで、なんで、まあ、一般的には、うん。ですね。まあ、俺みたいなので一般人じゃない人間になると、もう、どうでもよくて。うん。ですね。ですね。うん。ちょっと待って。じゃあ、とりあえず、ね、ドライベルモットの、違う、間違えた。ね、スイートベルモットの、ちょっと、ごめん、忘れたわ。マティーニの、配合、何対何だっけ ?1 対3ぐらいか。まあ、マティーニは1対3ぐらいでしょ。多分ね。うん、1対3ですね。で、スイートベルモットを1に対して、ジンが3ですね。ベルモット1に対してか。間違えた。ベルモットは何でもいいんですよ。結局。ね。ジンは3。やべ、ちょっと酒飲みすぎだぞ、今回。今回ってか、今日。今日ちょっと飲みすぎだぞ。やばい、これ3加えるとなるとやばいぞ。しくった。入れすぎた。ちょっと。配分考えてなかった。やばい。もう今、0時52分なんだけど、ちょっと、やべえぞ。これを3個やると、これ全部飲んだら、これ確実にこれ、朝仕事なんだけど、ちょっと、やべえな。間違いなくやべえな。参ったな。やべえな、参ったな。ベタベタする。チンザのは、やっぱ甘いから、だいぶ、ベタつきが、ある。はい、ということで出来上がりました。スイート、マティーン。俺の名付けますと。スイートマティーン。どやー。ということで、乾杯。いや、普通のマティーニよかうまい。と思うけどね、僕は。個人的に。うん。うん。まあ、ただ色があれだけど。色があれだけどね。普通、ドライベルモットなんで、色が無色、まあ、白っぽい。ちょっと、うん、まあ、白ワインですか。若干緑っぽいかな。うん？エクストラドライマティーニだって。ドライマティーニを超える辛口のマティーニ。限りなくストレートに近いドライジンが特徴。心ゆくまでジンの風味が味わえる。
赤ピーマンを詰めたオリーブをデコレーションしたいなんて。え、なんで赤ピーマンを詰めたオリーブだと。作り方は、ドライジンが 55ml。ドライベルモットが 5ml です。エクストラドライマティーニだってかっけえ。かっけえ。だけど、ここまで来るとね、もうはっきり言ってね、俺みたいなクソ味覚の人間から言わせると、何も味しません。ベルモットの味なんて何も感じない。うん。はっきり言って。もうバカかと。何それっていうくらい。ベルモットの味なんて何も感じない。からもう、もう何にもわかんないからただのジンです。うん。うん。ただのジン。作り方がね、まあ、朝日のサイトだと、ウィルキンソンのジン、47.5 度のやつを 60ml に対して、ガンチアベルモットのドライを2ダッシュ。2ダッシュか。確か1ダッシュ。が5滴ぐらいだったから。ちょっと待って、もう一回。あれ、俺前おさらいしたはずなんだけどな。ダッシュ。ダッシュ。ダッシュ。ごめん、忘れちゃった。2ダッシュ。ドロップが1滴なんですよ。ドロップが1滴なんで、確か1ダッシュが、確か5、6滴ぐらい。確か5滴ぐらいだったはずなんで、10滴ですね。そして、スタッフドオリーブ。うん。スタッフドオリーブ 1ml って書いてあるんですけど。スタッフドオリーブとは何ぞや。ここでまた勉強タイム入ります。スタッフドオリーブというのは、詰め物をしたオリーブ。オリーブの実の種をくり抜いて赤ピーマン、アーモンド、アンチョビなどを詰めたものと書いてありますね。こんなの。売ってんの？こんなの。あ、なんか売ってそう。オリーブってか俺、オリーブ食ったことねえけどさ。俺、オリーブ買ってこようかな。業務用スーパーとかに売ってそうだ、これ。うん。オリーブどんな味するか。モコミチキッチンの。モコミキッチンの。よくある。オリーブですけど。オリーブですね。なんか、梅干しの、梅酒の梅干しみたいな色してますけどね。へぇ、スタッフドオリーブっていうのが普通に缶詰で売られてますね。これでマティーニを飲みたいね。俺個人的に。オリーブ。とりあえず、オリーブがどういう味なのかっていうのが、わかんないんで。ね。やっぱ雰囲気を出すためにちょっと、こういうの飲んでみたい。食べてみたい。という感じですかね。うん。うん。そしてこの、先ほど朝日のサイトで見たんですが、ウィルキンソンのジンに 47.5 度を使ってるんで、アルコール度数がなんと 41.00%。ものすごく高い。うん。ね、マティーニっていうのはね、
ものすごくなんかマティーニって女性向けみたいな感じになってると思いますけど、もう全くそんなことはない。普通のマティーニでも多分30度以上あります。度数が。なんでかなり、まあきつい。お酒ですね。まあただ、きついって言っても、まあベースがジンなんで、うん。まあ、俺みたいにジンを別にストレートとかロックで飲める人間にとっては別に、大した問題ではないんですが。まあでも初心者には向かないでしょうね。まあ俺みたいな上級者。うん。酒の上級者ですね。になると、まあ、ジンをロックで飲むと、あ、うまいな、と。感じるレベルになります。うん。うん。ということで、まあ、評価していきますけども、2月80。俺何飲んだんだっけ？あれ？この動画、あ、新参のロストか。ん？違う、間違えた。チンチンか。危ねえ。危ねえ。今回の動画の趣旨を忘れていた。チンチンストレート飲んだんだよな。違う、チンチンを飲んだんだよな。新参のロストを飲んじゃねえ。うん。甘さは若干ある。香り。は、若干抑えられたんで。いや、これ美味しいと思うよ。うん。うん。チンチンは美味しいと思います。別に。あの、ネタ抜きで。俺も別にネタは言いませんけど。まあ、でも、ね。健全な男子の食感。うん。ぜひ、あの、彼女と、まあちょっと、そういう雰囲気の彼女ですね。頼める雰囲気の彼女と、ですけどね。で、バー行って、これを頼んでみるのも、まあ一興かもしれないですね。まあ何かの、うん。まあ乾杯という意味です。チンチン。イタリア語で乾杯という意味です。ここを覚えとけば、乾杯ですよ。だから全然変な意味じゃないんですよ。コク三つ星、甘み四つ星、香り四つ星のおすすめ四つ星。これは別に美味しいですよ。普通に。うん、いい感じに、あの、ドライ感も出て、甘さも出て、うん。そして、うん。いい感じにあの、なんだ。あれあれ。ほら、サウナの香りも出て、いいと思います。ぜひ、チンチン、ね、バーで頼んでみてはいかがでしょうか。お疲れさんでした。お疲れちゃん。